中と近くある。俺の少ないと思う。ただいまからアトラクションを開催いたします。はじめに中部方面音楽隊によります音楽映像です。中部方面音楽隊は兵庫県伊丹市に所在する音楽隊です。近畿、東海、北陸、中国、四国の2府19県の広範囲にわたり、隊員の士気高揚、自衛隊の儀式、広報のための演奏をチームとして幅広く活動しています。また、CD の録音協力や学生に対する演奏指導、YouTube での動画配信などを通じて、中部方面隊と国民の皆様を結ぶ架け橋として活動しています。それでは、中部方面音楽隊の皆様、よろしくお願いします。
陸上自衛隊中部方面音楽隊ブラススクワッドです。本日は富士駐屯地にようこそお越しくださいました。ただいまからのお時間、私たちの演奏をお楽しみください。まず初めにお送りしました曲はジャズのスタンダードナンバー聖者の行進でした。さて続いての曲なのですが、せっかく京都に京都で秋ということで、何か秋っぽい曲をしたいなということをメンバーと話していたんですけれども、秋といえばしっとりと同様のもみじがやりたいっていうグループと、主にこちらのグループですねと、いや秋といえばジャズの定番曲の枯れ葉でしょっていうグループ、まあ、あちらの約2名ですねと、まあ、別にどっちでもいいよっていう後ろのグループがおりますけれども、実はまだどちらの曲をするのか決まってないんですよね。どうしたものでしょうか。まあ、でもここは両方、いやでもここはやはり1曲がいいと思いますので、すみません、ここは一発じゃんけんで決めたいと思いますが、それでは、もみじ代表前へ、それでは枯葉代表前へ、では一発で決めたいと思いますので、よろしくお願いします。いきますよ、せーの、じゃんけんポン。あ、決まりましたね。もみじですね。それでは本日はもみじを演奏したいと思います。枯葉がやりたいグループの皆様、途中で枯葉がやりたくなったら絶対に枯葉途中で入ってこないでください、ね、いいですか。絶対ダメですよ。はい、それでは皆様お待たせいたしました、もみじ演奏したいと思います。それではお聴きください。Thank you.
ミージを演奏したつもりがいつの間にかリクエスト通り両方演奏することになってしまいました。カレー派の人たちあれだけダメだと言ったのにもうどうしてくれるんですか。いやもうまあお客様のリクエストに応えたということでよしとしましょう。それでは気を取り直して次の曲に参りたいと思います。続きましては、スイングジャズの王様と言われているグレン・ミラーの代表曲の中から茶色の小瓶、インザムードの2曲をミドレーでお送りいたします。テレビの CM などでも流れていますので皆様も一度は聞いたことがあると思います。それではグレン・ミラーミドレーです。お聴きください。Thank you.
さて次で最後の曲となってしまいました。最後は昭和を代表する歌手坂本九さんの上を向いて歩こう、見上げてごらん夜の星を、そして明日があるその3曲をメドレーでお送りします。それではお聴きください。坂本九メドレーです。